自分の、まあ、老後のお金だったりとか、まあ、必要なお金っていうのを、まあ、自分で計画を立てていかないといけない時代になってますよねという話をしたんですけど、うんうんうん、そのこう知識っていうのが、まあ、あまり追いついてないって知らないよそんなそれってさ、いろんなこと70からするとかっていうのはこそこそ決めてるの？そんなことないの？まあ本当ですね。一応今ニュースとかでチラッとやってたりとか。だってチラッとじゃそのニュースにたどり着かなかったらさ知らないじゃないね。今それこそね、テレビ離れとかも離れてますし、ね、まあ、会社がね、テレビで教えてくれるわけでももちろんないので、うん、じゃあ生活に寄り添って、個人に寄り添ってじゃあ一緒にこう計画を立ててくれる人っていうイメージなんですけども、うん、まあ、そもそもこうお金ってね、たくさんあればあるほどいいっていうわけでは僕はないと思うんですよ、うん、そうだね、ただ必要な時に必要なお金がちゃんとあるかどうかっていうのが大事だと思うんですよね。そうだわ、はい、そう、お金は普段は流れてれば、うん、流れるのがいいもんね。そうですよね、うん、まあ、なんかこうたくさん持ってれば持ってるほど幸せなのかっていうと、どう使い方がやっぱり人間で大事だと思うので、うん、じゃあいつ何にどういうふうにお金を使っていこうかっていうのを考えていって、それ個人的にみんな違うものね。もちろんですもん。家族形態だったりね、そうですどこから始める年齢ね、どこから始めるかでも変わるもんね。そうなんですよ。だからまあその必ずしも結婚しない人とかもね、もちろんいますし、いやこれから多いと思うよ。多いですね。まあ、逆にこう仕事をしたくないとかっていう方も中にはいたりとか、ね、じゃあそれでも目標に合わせたじゃあお金の作り方っていうのもアドバイスしていく中で、じゃあ逆にこうお金たくさんかかるんで、これから、うん、あの無駄なお金はじゃあ気持ちを削っていかないといけないですよね、なんてアドバイスもさせていただいてるんですけれども、うん、ちなみに金さんにとってこう無駄なお金ってどういうお金が無駄ですか？でもね、今は、はい、基本的に私そんなに浪費家じゃないのね。まあ、お花かワンコのことぐらいかな。あ、なるほどですね。でもね、くだらないもので多分すっごい出てってるんだと思うね、うん、あ、ちょっとこの可愛いものを買ってみた、明日も買ってみた、明後日も買ってみたっていうところで、その見えない、なんだかちょっとずつのところだと思う。そうですよね。結構こう皆さん、あのお金って実際どこが無駄なんだろうって考えてる方も多いんですけども、うん、じゃあこれを我慢しようとか、まあ、趣味をちょっと我慢しようかとかっていうのって僕は無駄だとは思わないんですよね、うんうん、そうね、はい、豊かになることも大事なのね。そうですよね。逆にじゃあ我慢してたら理想の生活ってできないと思うんで、うんうん、じゃあ FP として僕は無駄だなって思ってるお金ってどういうお金かというと、何に対して払ってるのかこうよくわからないまま払っちゃってるお金が僕は無駄だと思うんです、うん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 、確かにあるのよ、時々ね。ありますね。何でしょうっていうのね。例えば最低速報には携帯代なんかは、スマートフォン、なんで同じ携帯電話なのにこんな高くなってるんだろうとかって、あるね。そもそも携帯代って言っても、通話料とか基本料金とかオプションたくさんあったりとか、まあ、あとは保険とかですよね。わからないことだらけなのよ。複雑化してるのはあれはわからなくするためなのかって思うよ。そうなんですよね。だからそういうところを、うん、まあ、僕がここは無駄ですねっていうのを一緒にこう削っていってあげて、うん、一緒に考えてくれるんだ。あ、そうです、そうです。あ、それはいいよね。そういうのがそういうお仕事だったのね。そうなんです、うん、じゃあこの浮いたお金っていうのをじゃあこの別の場所に貯金していきましょうかとかっていうアドバイスをしてる、うん、貯蓄に回していけばいいんですよね。そうですね、うん、貯蓄をするという癖がついてないのも困ったのでで、まあ、たくさんこういろんな無駄なお金がある中で、今日ちょっと一個だけお話、それだけしたいなと思うのが、火災保険というものについてちょっと触れたいなと思ったんですけども。 ありますね。勝手についてる場合があります、ね、そうですね結構こうなんか火災保険でそもそも入ってたっけみたいな感じで ね入る方多いんですけども、まあ、火災保険って実は保険料 の基準となる保険料率っていうものがあるんですけれども、それが、今年の実は10月からそれが改定されまして、うん、保険料がちょっと上がってしまうんですよ実は。これ結構知らない方多いんですけども、日本ですごい震災が多かったりとか、あ、そうだね、最近自然災害が多くなっているので、まあ、今後保険料が実は高くなってきてしまいますので、まあ、もし見直されてない方がいたら
火災保険の見直しなんかも考えてみてもらえる。足りないじゃないですか。どうしましょう。できれば続けてシリーズ化してください。お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あっという間だよね。ね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。まあ、知りたいこと、いろいろあるね。